ジェームズ・デロンは、イギリス・スコットランド出身の現代音楽の作曲家。独学で作曲を収めた後、ブライアン・ファーニホー、マイケル・フィニスリーなどの新しい複雑性に関わる作曲家たちと交流を深めた。1982年に、ダルムシュタット歌詞現代音楽講習会に参加し、クラーニヒシュタイン音楽賞を受賞する。インド古典音楽からロックに至るまでの幅広い。 ジャンルからの影響をブレンドする作風が注目を浴びるがエセクロスオーバー音楽にならずに独自の処方へと結実する点が特徴である。コンピュータを用いた作曲も得意としているがどの局面においてもスコットランド出身であることを強固に主張する。独学上がりと称された彼も現在は多くの審査を引き受けアメリカで客員作曲家を務めるなどして 活発に活動している。彼も多くの作曲家と同じようにヨーロッパで散発的に教職につき移植に応えてきた。ヨーロッパからの移植は依然として続いている。クラーニヒシュタイン音楽賞受賞作となったチェロソロのためのパルジャンニャバータ、フィニスイーが初演したピアノソロのためのスプリーン等の作品は処方こそ歪だが極端な密度の増減から生まれる。 衝撃力への偏愛が聞かれる。感覚アンサンブルとコントラバスのための昔々の双方指示には自動ピアノのようにと指定された極めて困難な書式が見られる。ロックやポップスからの影響を指摘されることが多いが、ジャズは、いいえ、別にと近藤譲るとの対談で残されている。フルートソロのためのスゴタンあたりからようやく楽譜の書き方に統一性が見られるようになった。 スゴタンは、セシル・ダロー、マリオ・カーロリ、ピエール・イブ・アルト、キャサリン・ギャラが、リチャード・クレッグ、ナンシー・ルッファーといった名手たちによって録音が残されており、演奏が困難な割には人気が高い。この時期は主にソロ曲に傑作が多いが、アンサンブル作品は事実上演奏の不可能なシーンが品質するため、評価はよく割れた。様々な楽器編成のための連作。 9つの川で国際的な名声を決定的にした。依然として確かに個性的かもしれないが音が汚すぎる。演奏家への要求がきつい、発想が大胆すぎ、人間には無理などの批判にさらされるが、それを凌駕するほどの特殊な楽器法の才が聞き物である。ハリー・ハルプライヒはこの時期のディロンの作風をロマン的構造主義と評した。 音の汚さは前日の連作内の作品、カオル社平幕にて6つのバイオリンの微部ンを含む、トータルユニゾンなどに見られる。ディロンと同じく癖のある反復を愛用する、近藤譲は、この時期の彼を、最も、イギリスで、強い作曲家の一人と激賞した。ディロンは、内田奨学金フェローシップをもらって、日本に滞在し、日本初演もいくつか見られる。この頃は、 現代音楽の要望にかなった室内オーケストラの分野で力作を次々と発表した。ディロンはフルオーケストラ作品の作曲に際してすべての楽器が名人へを披露できることが前提で作曲を進めておりオーケストラの響きが粗雑なままで横たわる点が指摘されてきた。室内オケではうまくてもフルオケでは崩れる問題を解決するために彼は 音上構成にアイルシメートル経由で導き出したソフトウェア演算を用い始める。オーケストラ作品の移植が増え始めた頃の単純化は1990年代以降で顕著である。新しい複雑性が市民権を持つと同時にディロンの音楽はそれほど複雑とみなされなくなった。バイオリンとオーケストラのための競争曲では冒頭から 民族音楽のコピーのような単純な形から始まる。この頃からディロンの音の汚さは徐々に後退し、洗練された筆致を伴ったクラシカルな音色へ近づいていった。大規模なピアノ作品になった要素の書では各セクション内の密度は複雑どころか、感銘な部分が多く、ビア桜では古典的なファンファーレまで使われる。 2000年代に入ると過去の音楽文化からの影響が顕著となり複雑性は装飾に止まることが多くなった。かつての癖、柿の汚さや様式上の不一致などはほとんど感じられることがない。この頃になると新しい複雑性経由で手に入れた複雑な非合理事化をほぼ一掃してしまい、スペクトル学派や印象派からの還元落法を活用することが増えてゆく。 最近の彼は、も月圭や、ヘルムート A リンクなどの若手にも顕著な単純反復をセクション内で沿用しながら、残りの楽器がソフトウェア演算で推移する見事な作曲法を展開しており、ピアノとオーケストラのためのアンドロメダはその典型である。一方で、初期や中期では室内楽を得意としたはずの分野は手薄になっている。 アンドロメダはセクション内ではおそらくはインドからの影響を感じさせる先方的な音色を提示するが非常に聞きにくく癖の強い音色に仕上がる。この点はヤニスクセナキスの晩年の作品とも共通している。イギリスでは9つの川の全曲が BBC プロムスで演奏され絶賛を博した。アメリカのミネソタ大学音楽学部の作曲家の教授を務めていたが 数年で帰国した。反復後法が必ずしも非合理事家には支えられなくなり、作風はますますクラシカルな音楽性に傾斜している。チャームがその典型例とみなせる。70分を超える大作スターバトマータとルロサでは、オシアノスとムードは似ていても、かつての複雑派の時代からは、隔たりのある感銘で性質な作風である。ありがとうございます。